はい、皆さんこんばんは、川島です。今回の動画はですね、いつもの、マッサージの動画ではなくてですね、報告をね、今日は撮らさせてもらいます。今日ね、多分ね、タイトルとサムネイルにも、書いてある通り、事務所の方を辞めることになりました。はい、っていう報告なんですが、川島さん事務所に入っていたのというところはね、多分ね、知らない人も多分いっぱいいると思うんで、そんな話をしていこうと思ってるんですが、実は僕事務所に入ってまして、もう1年ちょっとぐらい前かなから入らせてもらいました。何の事務所をね、抜けたのかと言いますと、一番気になるポイントですね、これはなんとウームではなくて、ライアットプロモーションというね、事務所を抜けさせてもらいました。もう2年ぐらい前に、ウームに入りましたとね、いう動画で出してるんですが、ウームってね、まあ、2個あって、上の方のウームの、まあ、メインの母体と、下のアカデミーっていうのが2個ありまして、僕はそのアカデミーというところに入っていまして、ほとんどがね、入っているような、YouTube やってるとほとんど入ってるぐらいの感じのね、ウームネットワークって場所があるんですが、そこに僕入った時点でね、まあ、ウームに入ったというふうに思ったんですが、すぐそこを抜けて、去年の8月16日だったかな、昔のね、ライアットプロモーションでね、入らせてもらいました。当時ね、僕が見ていた YouTuber でね、斉藤隊長という YouTuber がね、その事務所に入っていて、僕も隊長と一緒の事務所入りたいなと思ってね、僕もそのライアットプロモーションに話を行って入れてもらうことができました。その事務所でマスカラ布川さんとかね、いろいろ知り合ってですね、吉川千恵千佳さんとかね、知り合っていろいろね、コラボしたりしたんですけども、その事務所ね、なんとこの6月末をもちまして辞めることになりました。まあ、理由としましては、まあ、大きく2つありまして、1つ目は正直、まあ、辞める理由がないっていうの正直あるんですよ。まあ、別に辞める理由もないし、結構その事務所も楽しくて、事務所のマネージャーも含め、もちろん営業マンとかも含め、すごくね、楽しかったんですね。社長も含め、すごく和やかな感じで楽しかったんですけども、なんか僕の中でちょっと一個ステップアップしたいなという思いがありまして、もう僕、整体をね、今2店舗経営してまして、整体院が宮崎1店舗、東京1店舗、そしてエステ、サロンが、宮崎に1店舗、そして僕の趣味のコーヒー屋さんがね、1店舗、宮崎にありまして、合計4店舗を経営してるんですが、その4店舗を経営してる中で、もちろんね、YouTuber のつながりもやっぱ大事なんだけども、やっぱね、僕的にはやっぱりこう、今後テレビの方にも出ていって、まあ、整体師としてテレビに出ていって、もっとね、こう活動の幅を広げたいとか、まあ、もっとね、多くの人に知ってほしいとかね、テレビの方に行かないといけないなっていう思いがありましてね。なので、今回ね、まあ、辞める方向となりました。まあ、今後としましては、まあ、いろいろね、近いうちに報告があると思うんですが、次のね、事務所、考えてます。はい。それもね、多分ですが、近いうちに動画出ますので、楽しみにね、待っていてほしいんですが、とりあえずね、まあ、前の事務所、ライアットプロモーションとは、もうすごくね、まあ、楽しい事務所でした。もういろんなね、つながりをもらって、すごくすごくね、成長できた事務所でした。本当にね、マネージャー含め、営業マン含め、他の YouTuber のマネージャーさんもね、もうすごくね、仲良かったので、辞めるのもね、まあ、辞めるっていうかね、一旦離れるっていうかね、まあ、一旦離れて、またレベルアップするためにね、辞めるんですが、そんな感じで今回はね、事務所を辞めるという動画をね、撮らせてもらいました。ぜひですね、今後とも、美容整体師川島さんのね、活躍できるように頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。という感じで、こんな感じで終わるんですけども、またね、明日も動画アップしますので、またね、楽しみに待っていてください。まあ、今後ね、動画のテイストは変わりませんので、安心してね、今後ともよろしくできればと思います。はい、それではこんな感じで、こんな感じでいいかな、こういう動画って。僕あんまりこういう感じの動画撮らないからね、ちょっとわかんないんだけども、こんな感じで回してみようと思いますので、そんな感じの動画でした。以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。こんな感じで川島式整体と川島式小顔矯正を受けれる店舗が宮崎と東京にありますので、興味がある人はぜひホームページをご覧ください。